挨拶お願いしてもいいですか。あ、こちらです、はい、皆さんこんばんは、ムクエナです。なんとムクエナさんとコラボさせていただくということで、よろしくお願いします。大型企画でね、まあ、ご一緒させていただいてコラボしたくねって話になっちゃって、はい、いや、嘘嘘、こんなんじゃなかった。コラボをやってもらってもいいですか。意外と真面目だから、ちょっと言わせて、このスタバ飲みながら、はい、恋バナ来た、来たよ、恋バナさせていただいて、大好き、一番好きなやつ。一生できる、終わらない、終わら、止まらない、乾杯、乾杯。期間限定のコーヒー牛乳、めっちゃ美味しい。初めて飲んだよね。そう、こっち人気でね、売り切れ続出。そう、うまっ、ね、うまいよね、美味しいよね、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと一応聞いていい、はい、今彼氏いる人手が、うわー待って、ちょっと待って、それ言ってないよね、ちら言ってないんだよね、はい、マジでここで明確にしてもらったことは可能なのかな。彼氏がいる人手あげて、おらんおらんよ。言ってないんだけど、だってさ、そもそも出会いがないじゃん。それマジでそれ、そう、うん、本当にそう、マジでそれ始まらない、まずね、そうそう、けどさ、けどさ、 YouTube をやってることを知らない人とこうさ知り合った場合、はい、でその時に仕事なんですかって聞かれたら、ちゃんと YouTuber で言う、え、だから迷うよ、そう、むずいんだよね。なんか今後深く関わるようならもういつか言う時が来るから言うけど、うん、浅い人だったらごまかすかもしれない、そう、え、例えばさ、この人めっちゃかっこいいし、めっちゃフィーリング合うやんって人と会ったりするやん、うんうん、その人に、え、仕事何してんのって聞かれた場合、あ、私、はい、はい、絶対言いません。はい、なんでかっていうと、はい、まあ、その、簡単になんか、あんまりやっぱさっきムクも言ってたみたいに、うんうん、深く関わる人にしか、やっぱそういう言いたくない職業ではあるっていうのももちろんなんだけど、なんかその YouTuber っていう、あれで見られたくないから、もうわかる。もうエナとして見てほしい。そういう人にこそまず言わない、うん、最初は例えばなんか、ね、まあでも自営業みたいな感じで割とデスクワークだよとか、そういう結構ぼかして言う、めちゃくちゃわかる、はいはい、私もゴリゴリ嘘つくもんゴリゴリね、え、なんなら、え、あの広告業例えば美容室とかまず嘘つくね、わかるわかる、そうなんや、急遽行ったところとかには、うんうん、だるいからそういう話、あ、確かに、とりあえず大学生ですとか言う、はい、でさ、一番だるいのがさ、お金を聞かれることやね、わかる、会うと思う、え、わかる、わかる、ない、待って、じゃあ YouTube 見られたい、見られたくない、あー、これ YouTuber 問題あるよね、うん、じゃあ見られたい人、うん、右手、okay、見られたくない人左手、はい、はい、せーの、見られたいの、見られたいんだよね、うち、マジで珍しいタイプだよね、珍しいよ、うち的には一番頑張ってるものが動画だから、うん、それを見てほしい、うん、頑張ってるのを見てほしい、うん、普通に例えば、なんて言うんだろう、自分が部活やっててその試合来てほしいとかあるじゃん、うんうん、学生だったら、なんかそれと似たような感じ、だからこそそれを見せれる相手じゃないと彼氏にはできないねって話にはあるので、そうだよね、こういう姿を見せれる相手って、うん、なんだろうな、それってもう私男友達になっちゃうの、あー、わかる、だからね、境目むずいの、そうだよね、やってんの普通に見られたくないっていう人多いよね、うん、やっぱ YouTuber さんは、いいだってさ、初期の動画見てほしくなくって、初期もう気になる、見て、まっ、見たことある、これをさ、好きな男に見せれるかって話じゃない、見せれるわけないだろ、これマジで信じる、彼氏が仮にできても、うん、本当の職業言えないかもって思う、一生でもバレるよ、無理でしょ、うん、だってその人が使えないかもなんだったらどうすんだあ、てか私のチャンネルの視聴者層、うん、男女比ってどっちが多いの、そもそも向けのは、うちは完全女子、女子何割ぐらい、もう9割、8、9、うん、あ、マジでこっちはね、男性視聴者が6割なのさ、そう、そうなの、え、でも結構意外かもしれん、そう、え、そうでしょ、女の子も見てるかと思って、え、待って、出会いもうちは、え、そう、だから今じゃあアピールっぽいの、え、ちょっと今、ここに男性視聴者めちゃめちゃいるわけ、え、アピールタイム、うん、ちょっと嬉しいんだけど、あの、一人ずついっちゃおうか、え、オッケーオッケーオッケー、え、まず、髪の毛、ごめんなさい、すいません、ヘトナって言います、あの、21歳で、結構、私といたら結構明るい人生になるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします、あ、関西の人だったらとっても嬉しいです、関西人分かった、フィリバネットしませんか、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、やばいよ、ごめんけど今日のインスタのフォロワーむちゃくちゃ男の子、いやー、いいの待ってまーす、お願いします、絶対嫌だけど私と付き合ったら、あの、癒しを与えることができます、あの、甘えるし甘えさせるし、バランスがいいかなって自分の中で思ってます、依存もしないし、あの、
一応いい女ねえお前ガチすぎるからねずれじゃねえかようちはあのエクスの女の子お前私はあのなんかハッピーの言葉が早いハッピーの言葉ってハッピーの言葉じゃない。しかもあのシャトルランも90回ぐらい走れます。そりゃえっとあの足の裏はそこそこ臭い私がやっぱ勉強するんかな、まあ、多分そうだね。多分ね、うん、男の子はこう女の子が3人こそ今揃ってるから知りたいと思うの、うん、結局モテる男って何なのかって。なるほどね。確かに、うん、わかります。猫かぶらんで結局女の子ってアタックに弱い気がするんだけど、どうガツガツってよりもストレートって感じかもしれない、うん、あー分かるわ。さり際がさらっとしてるけどちゃんとストレートに誘える人ってめちゃくちゃ強いよね、うんうん、めっちゃ強いし、ね、引かれたら気になっちゃうし逆にね、うん、そう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 、照れずに普通に可愛いとか言える人。わーなるほどね。分かる。そういう男に何の頃と言ったことか。私って可愛いって言葉が一番嬉しいと思うけど、うん、そうだね。だから顔に対して言ってくれるのとかもまあ嬉しいけど、例えばじゃ爪とか、うんネイル、え、何それ可愛いねみたいな。うわー、わかる。言えちゃう人、うん、言える人少なくない？いや、言える人少ない、少ない。私がめちゃめちゃ大事やなって思うのは、はい、頑張ってる感がない人。なんていうの？はいはいはい。余裕感。そうだけ、なんか、わかるでしょ。わかるわかる。なんか、二人でこういてさ、うん、その時に、うん、なんだろうな、こう、めっちゃ盛り上げようとしてる。いや、それは何なんだよ。でもね、言えるんだよね。質問をこっちにしてくれる人じゃない？あ、わかる。ね。うん。なんか自分に興味あるのかなっていうか、普通に嬉しいじゃん、多分質問してるって、うん、そうそうそう、俺は俺はじゃない人。うんうんうん、わかる。やっぱそうだよね。うん、いやーそっか、わかる。え、ムクちゃんは好きな人とか、うん、まあ、彼氏とかに甘えれるって言ったじゃん、はいはいはい、えなちゃんがさ、甘えれないって言ってたじゃん、うん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 、でその気持ちがめちゃくちゃ私はわかって、どう改善したらいいかって。いや、マジで本当に突然手とか繋いだりとかさ、突然こういうことをしたりとかするの。え、だからそうなんじゃない？えぇ、ー、うわ、そうなんじゃないとか言わせんじゃねえよ。ここでちょっと、おいおい、じゃあ男だとしてよ。私が男、うん、じゃあさ、こっち来てよ。ちょっとね、うん、でうちは他人がいるって感じ。テレビ見てるとかにする。あ、いいねいいね。一緒にネットフリ見てる。お前誰だよ。誰？眠くなっちゃったって言い出す。え、それ眠いの本当は？いや、本当に眠い時もあるけど、まあ言った方がやりやすいかもね。ああ、なるほどなるほどなるほど。で、え、普通にこうやってやっちゃう。できる？無理かも。無理だよ。でもさ、言葉とか使わないわけじゃん。もうさ、体もちょっとこうすればいいだけよ。もうこれに対して何も考えずに、ここに触れればいいだけよ。それしたら勝ちだよ、正直。え、そうだよね。どっちも楽しいじゃん、うん、自分もよっかかれて楽しい、相手もよっかられて楽しい。悪いことないもんね。いや、悪いことないよ、悪いことないけど、うん、なんかな、え、だから自分でも分かんないよね、何がブレーキかけてんのか、うん、本当に無意識にこう足同士がこうなっちゃったとするじゃん、うん、重なっちゃったりとかあるじゃん、うん、その時さ、あ、上にちょっと乗っかっちゃってると思ってこうやって離すでしょ、うん、それを離さないっていう。やってんね、こいつ。え、やってんね、こいつ。やってんね、相方やってましたわ。やってますよ、何年一緒なんすか。おい、15、6年一緒っすわ。15、6年一緒にやってんね。15、6年一緒に育ててきて、なんでこうも違いがあってでも経験のなさが意識しちゃうの。あー、そうだね。私の世界線にいない生物来たってなるから。それじゃない、正直。なるほど、慣れてないのよ。なんか未確認飛行物体だから。そうそうそう。二人きりで男の子といるときさ、うん、キャラクターってこれ出会い方によるんだよね、うちは。あ、最初から最初から二人だったらもう作っちゃうからダメだね、うちは。私全然違うのよ、多分。でも全然違うのにグイグイいけないよ。だからただ静かなやつになるよ。ああ、おとなしい子みたいになっちゃう。そう、喋んない。それで YouTube あれてみ、あれだよ。あれ、こいつ何やっぱ怖いんだよな、そんな。え、だからもう最初に逆にあれを見せちゃって、それを全部受け入れてくれる人、うん、そう、好きになるっていう方が。それは最強だよね、多分ね。はじめましての状態で、あ、いきなりだけど、これ私。もうそれで言った方がいい。そうだね。なんならもう、あれのお面つけてたらいいんだよ。誰が惚れるんだよ。まあ、彼氏がいない3人ですけれども、今年中には、まあ、彼氏じゃなくても、好きピ。わかるわかる、その、潤いだけでもちょっと欲しいんだよ。そうそうそう。したい。そうそう。そこ作れるように。頑張るか。とりあえず頑張ろう。頑張るか。YouTube も頑張りつつね。そうだね。うんうんうん。やっぱり人生に潤い欲しいけん。恋も仕事もってことね。そうね、そういうこと。チャンネル登録お願いします。何でもするから。インスタはしたから。
チャンネル登録